北日本の日本海側や北陸はさらなる積雪増加に警戒が必要です。最新の雪の情報を川端さんとお伝えしていきます。さあ、まずは北海道岩見沢市から届いたリポートを見ていきましょう。昨日から降り続いています。そして風もあるようで、雪が横流れに降っている様子が確認できます。そうですね、はい、雪の降り方強まっていまして、吹雪となっています。この時間の雪の観測のデータですね、早速見ていきたいと思います。はい、こちら見ていきますと、北日本の日本海側や北陸周辺ですね、雪の降り方が強まっていまして、1時間に3センチ前後の雪となっているところがあります。はい、そしてこれまで降った雪の量も多くなっていまして、8時現在の積雪深のデータを見ていきますと、この黄緑もしくは黄色の表示がですね、100センチを超える雪の積もっているところで、北陸から東北の日本海側、さらに北海道にかけて1メートルを超える積雪を観測しているところがあります。はい、そしてこの後も寒気の影響で雪の降りやすい状況が続くんですね。この後の雪雲の予想を見ていきます。朝9時から見ていきますと、この後冬型の気圧配置は次第に弱まっていきますけれども、北日本の日本海側や北陸でも特に新潟県周辺ですね、こちらは雪の降りやすい状況がこの後も続きます。また北海道にはライン状の雨雲が午後になって入ってきまして、札幌周辺ではこちら雪の降り方が強まってくる恐れがあります。はい、この後予想される雪の量を見ていきますと、こちらは明日の朝8時までに予想される積雪の増加量です。北日本の日本海側、そして北陸新潟周辺ですね、雪の量が多くなりまして、濃い青は20センチ以上、そして赤紫が30センチ以上ということで、多いところではこの後さらにですね、30センチ以上の雪が新たに積もるという形になります。はい、まあ、これまですでに大雪となっているところもありますので、路面状況の悪化などに加えまして、屋根からの落雪ですとか雪崩にも注意をしてください。はい、最新の雪の情報をお伝えしました。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。こまめに確認をして安全にお過ごしください。